こんにちは。11月7日水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいります。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ひろくん。いないね、ひろくんね。突然昨日 LINE が入りまして、明日仕事、明日のため来れませんって入りました。これ仕事じゃないんですか？あら、翔さん。あー、どうも。どうも。横浜銀原君、こんにちは。暦の上が今日は古いですね。そうですね。立冬ってやつですか？そう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 。おお。そんなに寒くないですね。なんかいつも。冬っていう感じがしない最近ですね。まだまだ。まだまだ。まだまだ。あ、いやいやいや、はい、だんだん、これから寒くなってくるんじゃないかと言いながらも、今週はまた夏日が続くのでね、皆さん、皆さん体調管理だけはしっかりしてください。よろしくお願いします。なんか硬いですね。そんなことないですよ。枕はこれぐらいでいかないと。歌さんがいないんで。はい、やっぱちょっとね、落語いいっすよ。いいですか？なんかだんだん落語番組になってきてるみたいで。この前名前つけたじゃないですか。はい、まだリスナー初めての方もいらっしゃるかと思うので。あ、そうですか。私、はい、少々って喋りすぎたろうと言います。どうもこんにちは。私、八木屋黒豆と申します。よろしくお願いします。で、今日はゲストをお招きしております。はい、ゲストすごいですよ、少々さん。はい、戸塚税務署からいらっしゃってくださいました。あ、こんにちは、山崎所長です。こんにちは。こんにちは、戸塚税務署長の山崎と言います。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。なんか固い感じって言いますけど、はい、税金ってあって当たり前で、それを払うたりだとか、そういうことっていうのもすごく当たり前のことと考えています。そうですね。はい、まあ、なんだ、酒も飲むし、タバコも吸うし、それの税金もあるじゃないですか。でもその代わり、はい、車運転してそうだけど、はい、なんかパトカーが来たら何にも違反してないんだけど、ドキドキするじゃないですか。なんかすっげーありますね。その気持ちと同じような感じですよね。あ、所長さんがいらっしゃる。税務署長さんが、ね、そうそうですか。俺すごく近所で、はい、どうですか、税務署はすごく近所で、はい、全然そういう感じないですね。あ、はい、まあ、俺自分でやったりとかするんで、はあ、一時期は大変でしたよ。親父、おふくろ、俺、あ、全部やってましたから俺が。あ、じゃあ所長さんは大丈夫だけど、じゃあパトカーはやらないっていう。あれはちょっと嫌です ね、 なんですかね。曲いっちゃいましょうか。いきなり曲いきますかね。そうした方がいいじゃないですか。あ、そうですね、分かりました。今日は、税務署長さんが来ています。いろんな税の話をするには硬いんですけど、税にまつわる話をね、みんなで一緒に喋ろう、税みたいな感じですか。ということで、ね、今週じゃねえや、本日の1曲目、ですね、クールスさんが、40周年を、去年かおととしぐらい迎えまして、その時トリビュートアルバムがあって、まあ、俺クールスの村山さんと仲良くさせてもらってるんですけども、クールスのナンバーを横浜銀杯が歌うというアルバムを今日は持ってきました。その中から、ティーバードクルーゼを聴いてください。どうぞ。ティーバードクルーゼ、ティーバードっていうのはね、サンダーバードの愛称ですね。ティーバードと言います。さあ、ということで、この放送は戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスさんの提供でお送りさせていただいております。ガーデンエクスプレスさんは、庭の大きさは大きいちっちゃいを問わずにですね、プロの資格を持った職人さんがお客様の相談に乗りながら一本一本丁寧に、庭木を整えてくれますね。ガンガン頼んだ方がいいと思いますよ。ということで、あとはダンスを習うならここラッパー2バッカーの前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室もやってます。戸塚川の地下1階のダンススタジオユニスタ、免許返納した方にもサービスをしている平戸交差点すぐそばにある車高価買取アップル戸塚店、12月にはミニ四駆の大会があるみたいですよ。そして真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水公益社サバスホールの提供でお送りさせていただいております。大ちゃん、ガーデンエキスプレスさん先週いらっしゃってくれましたもんね。はい、いやー、なんかこの間もそれからなんかすごく金木犀が気になっちゃって、ね、金木犀は、ね、植えない方がいいよ、隣のやつをの匂いを嗅いでた方がいいよみたいな話、はい、金木犀ってなんだろうと思ったら、あれですよね、なんかどっかで聞いたことがあると思ったら、君の瞳は一番ボルトですよね。金木犀の咲く道を
あれあれすっごい白けちゃいましたね。あ、どうもどうも。少々手喋りすぎたのやっぱ違うんですね、はい、いつもの翔さんじゃないですね。あ、本当ですか、はい、やっぱ税務署の方が来て緊張してるんですかね。みんなで支払おう、ぜいぜい。はい、もういいです。はい、翔、はいはい、さんしてますか、はい、あのね、11月11日から17日まで税を考える習慣なんですよ、はい、あ、そうなんですか。ポッキーの日、あ、11月11日ね、はいはいはい、あと何ですか、いいいいってなんか最近コマーシャルやってましたね。あ、いいいい日みたいな、忘れちゃいましたけど、はい、じゃあ税を考える、はい、じゃあ11月11日から17日、そうです、1週間考えなきゃいけないんですよ。だから今日はちょっと戸塚税務署の山崎社長をお招きしました、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですよね、11月11日から17日まで、そうですね、税を考える習慣なんですよ。前は知る習慣って言ってたんですけども、はい、まあ、みんなからその税をこう考えていただきたいと、どういうふうに使ってる方がですね、そうです、身近に感じていただくということで考える習慣だと。なんか普通の人たちってどうだか分かんない、これ俺の自分の気持ちだけど、消費税とかそういうものには敏感だけど、自分が支払わなきゃいけないそのね、税金とか何を、稼いだお金で、自分がもらってるお金で何はこう免除されてたりとか、そういうことをよく知らないで、なんかただその日に行って聞いて、紙に書いて出して、はい終わりましたよって終わってる人がほとんどじゃないかなと思うんですよね。やっぱその辺をちょっと理解しながらやっていくと全然違う方向に行くんじゃないかと。だって結局ね、学校で税金っていうのをね、思った以上に教えてくれてないんですよね。ああそうかもしれない。だからそれこそ高校生になってアルバイトしました、給料もらいました、源泉って引かれちゃってるよと、うん、なんだこりゃっていうのが、あんまし習ってないんですよね。おお、それはいかんですね。不良の俺でも源泉ぐらいは知ってますけどね。はいはい。っていう話で、はい、その時にだから税務署さんは一生懸命やってるのが学校で租税教室。ああそうだよね、はい。結構やってますよね。やってます。今週のですね、あの土曜日ですね、うん、あの東戸塚小学校 で、 ですね、はい、租税教室にやりましてですね、そこであの税のですね紙芝居とかですね。はい、そういうのをやっている、あ、いいですね。まあ、一応みんなに広報しているというかですね、はいはいはい、まあ、あの親の子供たちからの時からですね、まあ、税金にこう、まあ、馴染んでもらうという、うんうん、まあ、当然あの親の方も来ますので、うん、まあ、そこで、まあ、一応こう知っていただくというので、うん、まあ、PR をしているということでございます。 PR というか、まあ、まあ、租税 教、 師、はいはい、教育ですね、だからその時に、うん、な、小学校中学校高校とかに税務署さんが税に関する作文書いてってなんか宿題とか出すんですよ、うん、そうすると小学生とかの作文すごいですよ。もう一生懸命働いて税金を納めなきゃいけない、国のために反映するためにすっごいいい文章書いてあるんですよ。本当ですか。それが小学生中学生まではいいんですよね、うんうん、だんだんそこら辺まではちゃんと子供だから税金を納めるっていう心意気なんですよね、うんうん、だんだん大人になっていくと税金取られるって方向になっていく。そうだね、そうだね。取られると思ってるもんね。そう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 、なんでこんなに一生懸命稼いでるのに何本こんなに持ってくんだよって。そうだ、あれは、ね、多分教育が足んないから、うんうん、どっかで歪んで、うん、純粋だった気持ちがこうコロッて変わっちゃうんですよ。あ、なるほどね。まあそんな気分になってる時も確かにありましたよ、大人になってすぐに。あ、そうなんですか。それはそうですよ、なんでこんなに持ってくのみたいな。だから直接自分に返ってこないような気がしちゃってるよね。税金、自分が払ったお金は自分に返ってくるの来なきゃなんか損してるってみんな思ってたんでね。ほうほうほう、うん、まあ、今から思うと結論の小さい話だと思うんですけど、はい、みんなのためいろんなものに使われるわけだから、はい、まあ、その辺っていうのはまあね、難しいところですよね、はい、だからその税務署っていうこのね、横浜銀杯に似た、例えば戸塚税務署っていうこの漢字の硬さがダメだと思うのよ。わかります。これはもっとなんかタックスファミリーとかさ、なんか、ね、タックスカンパニーみたいな、どうも タックスカンパニーから来ましたって言うと、あ、何ってなるけど、戸塚税務署から来ましたって言うと、いませんって言いたくなっちゃったりとかするわけじゃないから、そのイメージもあるよね、硬い感じ。イメージそうですね。なんだろう、横浜銀杯は素敵なのに、なんで戸塚税務署ってそんなに、ちょっとなんか嫌だなって感じになるんだろうね。どうですか、所長。いや、そうかもしれない。少しなんか、そのね、税金ってなんか硬いじゃないですか。これでもね、翔さん。これもやっぱり税を考える習慣の広報でラジオに来てくださってるんですよ、はい、多分ね、全国の税務署の人結構意識してるんで。ああ、なるほど、うん、ここだと東京税
国定客、うん、かなんかが、はい、もしかしたら局で聞いてるかもしれないですよ。ああそうですか、みんなで考えようぜみたいな感じ。いやだけど、はいね、今日いらしてるね、時子さん戸塚税務署っていう名刺なんですけど、はい、すっごい綺麗な人来てるんですよ。綺麗ですね、ね、うん、だからそういう人増やして所長だってなんかもう税務署って感じだもん、ね、でもねこの前、うん、うちのお店で翔さんと所長がお会いしたじゃないですか、はいはいはい、で、はい、まあ簡単な挨拶で、はい、ね、帰られましたよね、はいはい、したら、はい、所長帰り際にいやいや横浜現場の翔さんに会っちゃってさ署に帰ってまでも、はい、すっごい質問してたらしいですよ、いや本当にでもね、なんかね、俺ずっと戸塚に住んでるんで、戸塚税務署は本当なんか全然あのなんかファミリーというか近所な感じ、はい、あの坂道をね、はい、登って行き、はい、あの車止めるとこはないんですよ、ダメです。だからみんな歩いてきてねって話ですね、はい、ね、いやでもね、皆さん優しく教えてくれるし、できるだけもっと身近なもので、最近はなんかあのパソコンとかでもできるようになって、わざわざ行かなくても ね、 そうですね、大丈夫っていうのもありますよね、はい、これ画期的じゃないですか、うん、いつでもどこでもスマホで申告って、これ何なんですか、スマホでもできるんですか。そうです、まあまあ本当ですか、はい、いやもう最近老眼でね、ちっちゃくて見えないんですよね、スマホだと、パソコンじゃないと。いや、iPad でも大丈夫ですか。いやでも iPad でもダメです、もうザ・デスクトップみたいなんじゃないですか、これ、大丈夫ですよ。え、これは何なんですか、所長。これはあのなんて ID を登録していただいてですね、うんうん、まあ、そのパスワードというのを、まあ、取っていただくとですね、あの、まあ、今まではあの、まあ、普通はあの税務署に来て紙で書いてて出して、はいはい、それが今度あの e-tax といって、うん、まあ、税務署に行かなくても、はい、まあ、自宅で、申告ができますよというのがありましたけども、うん、もっと簡単にですね、あのそのあの e-tax 取るときには実際にちょっと複雑な手続きがあったんですけども、はい、もうそれが簡素化してですね、うん、あの税務署に来て ID を登録してパスワードを登録するだけで、うん、まあ、どこでもですね、あの自宅でもあの会社でも、うん、まあ、パソコンからもできるんですけど、まあ、スマホからでもまあ確定申告ができますよというシステムができましたということでございます。だからもう今から税務署に行って、うん、すいません片山大蔵ですけどって言うと、うん、税務署さんがもう ID とパスワードくれて、うん、はい、あんたこれだからね、じゃあもうこれでスマホでできるよって手続きなんですって。なんか気軽になっていいですよ。そしてまたいいのが、うん、24時間対応だから、あ、夜中とかでもできるんですよ。そうですよね、ね、なロッカーだから午前中は寝てるよとか、そういう人でも大丈夫みたいですよ。行くと並ぶしって言うけど、はい、行くと並ぶしって言ってるやつに限ってギリギリに来てんだよね。そうです、ね、そのぜ俺思った、俺もね3月15日にやるもんだみたいな、までにやればいいんだみたいな、はい、もっと全然前からできるのに、できます、やらないでやらないで、まあ、どっちかというと今日のことは明日やるっていうタイプなんで俺は。どんどんずれていってしまって、でも14日とかに行くじゃないですか、はい、もう超混んでんですよ。そうですね、でその時は当然税務署の人も増員して、はい、ガーやってるんだけど、それでギリギリに来るやつに限ってね、わからないやつが多いのよ。俺みたいに、はい、これどうなってんのみたいな話つなったりとかして。いや多分大変だよね、本当に大変だと思いますよ。これだから、そして確定申告なんつって、うん、もう早めにインターネットとかやっちゃうじゃないですか。いつからできるんですか、確定申告は。まあ、12月31日までのやつをやって、やって、まあ、普通は、まあ、2月16日から3月15日ってなってますけども、はいはい、まあ、サラリーマンとかで税金があの戻る人の申告については別にあの15日より前でも構わないし、はいはい、3月15日より後でも、まあ、いいという形になってます。あ、なるほどね、まあ、人によっては、人によってはですね、まあ、できればでも3月15日まで、はい、ということはその1ヶ月間できるだけ早くに行った方がいいよということですね。そして俺ね、偉そうなこと言ってるけど、はい、俺あの親父とかおふくろの税その申告のやつを手伝ってあげただけで、はい、自分のやつはもう全部税理士任せてるんで、はい、それなんで、でもお金かかるじゃないですか、絶対自分でやった方がいいですよね。こんなこと言ったら税理士の人怒られちゃうか。でも個人のやつはもうみんな周りのやつを見るともうパソコンでみんなその e-tax っていうのさ、はい、あれでちゃかちゃかみんなやって一瞬で終わらせますね。でまたね、e-tax でやったりすると還付で戻ってくるやつも早かったりするんですよね。あ、そうなの。だって紙で書く書類イメージしてからよ、うんうん、ミミズが這いずったような数字が書いてあるんじゃないですか。まあそうですね、1だか2だか3だか分かんないような数字、はいはいはい、それをちゃんと目視してってやるから手間かかるんですよね、うん、あ、そうなんです、はい、
まあじゃあ、パソコンとかそういう風になった方がいいってことの方が全然いいんですよ。難しい話になってたな。なんか暦の上では冬になりましたけど、はい、そろそろ考えなくちゃいけないってことですね。またはね、本当にちょっと悩んだら税務署のホームページ見てくださいと。そうだね、丁寧いっぱい書いてあるんですよね、所長。そうですね。まあホームページちょっとなかなか難しいかもしれない。難しいこと書いてますけども、ね、はい、まずそのまあ、俺はまだちょっとギリギリこう対応できてるけど、はい、俺らよりもちょっと上の先輩たちはまずそのスマホだパソコンだの人たちじゃないん で、うん、でそれが一生懸命こうやるようになってきてページまで行きました。でも書いてるあることが硬いとますますやんなっちゃうんですよね。難しいよね、自分でやんなきゃいけない義務なのにさ。そういう人は、うん、ね、孫、ああ交流を持ってね、大ちゃんいいこと言うね、ま、孫にちょっとさ、うん、申告したいんだよ、ね、ちょっとじいちゃんち来てくれよって孫を呼び出す。そうすると、うん、孫はパソコンなんか簡単に触るから、うん、じいちゃんこれだよって言って、うん、簡単に孫は説明してくれますよ。でじいさんはじいさんで孫に会えてお小遣いやったりしたら、うん、孫は喜ぶんです。このおじいちゃん、このお金はゲーセンいるのかなとか言うようになっちゃったからね。そんなことない、ね、あんまり引っ張りにくれよってじいさんが言って、お小遣いはどうなんだろうねってね、孫と二人で考える税の仕組みみたいな。でもそういうきっかけっていいですよね。あ、そうですね、うん、だからこれから本当に年末調整うんふんだから、はい、だんだん税金がすごく身近になってくるんじゃないですか。そうですね、ですよね。所長、あの皆さんにこのラジ聞いてる人たちに何かこうこんな感じだよとか何かあれば。こんな感じですか。そのまあ、スマホでできるよ以外にその税金ってこんな感じなんだよとかいうなんか、まああのまあ、租税教育っていうか、うんうん、実際にまあこういうものに使われてますよっていう宣伝はこうやってるんですけども、うんうん、まああのまあ、小学生とかにこう話すときにはですね、うんうん、あの教育費どれくらいかかってる、学校体育館作るのにどのくらいお金かかってるとかですね、うん、あ、そうですね、まあ、そういう説明をしてる。ただ小学生がやっぱ一番興味を持ってるのはやっぱり消費税なんですね、うんうんうん、自分がこの、100円で物を買ってですね、うん、で8円余計に払ってて、ね、まあ、108円をですねどういうふうに使われてるんだというのをねみんな考える。小学生ほとんどそうですね。俺らの頃はね10円持ってね買えたもんね、駄菓子屋さんでね、駄菓子屋でね、うん、でも今の子たちは100円持ってても買えないんだもんね。そうそうそう、インタクスだったらいいけどね、はい、あ、そうか、そうするとやっぱり興味があってどうやって使われるのかなって純粋ですね。でその、どういうふうに答えるんですか。やっぱり学校で行ったらその、ね、教育費とかいろんなもので税金を使って体育館ができたりだとか、はい、図書館ができたりだとか、はい、とかいう話。まあそうそうです。でもその代わり小学校の体育館1個作るのも1億円とかかかるんですよね。ああ、そうですか、はい、うん、って言った瞬間に、あ、これ1個1億円かかってんだから税金使ってるよなっていうとやっぱし身近になってくるじゃないですか。なるほどね、うん、そうです。身近じゃないから捉えてるってなるんだろうし。え、翔さんなんかそれこそね、超大ブレイクの時になったらとてつもなく収めたじゃない。すっごい収めてますよ俺。ですよね、はい、びっくりしたよぐらい。ですよね、はい、もう大騒ぎでしたもん。で なんで払わないんだぐらいのこと言われて、いや払いたいんだけど払えないんだみたいな、大人の話なんですけどね、払いたいけど払えないんだよっていうね、いろんな仕組みがあったりとかですね。だからそれは大変なこともいっぱいあるし、ただまあ税金というものに関してはその頃からかな、ちゃんと考えるようになったのは俺は。やっぱり若い頃はね、普通にサラリーマンしてればあれなんだけど、俺みたいにサラリーマンが経験がないと、まあ、自由業じゃないですか。だって本当に二十歳がそこらの年の時ですもんね、大ブレイクってすっごい払ってますよ。はあ、うん、でもあの世のため人のためになればみたいな。はあ、え、だから何、はい、すごい高額所得の人は投票2票やっていいよとか言ってもいいですよね。そうですよね、2票ぐらいだって。そういうことを、ね、仕組みいろんな、ね、消費者とか決めるのはやっぱり、ね、国会議員の人とかね、議員さんが決めるわけだから、はあ、2票ぐらい持っていたいですね。そうだよね、え、でもそこはちょっと待ってください。翔さんのファンの方ってちゃんと選挙、うん、今日行ってんですか。行ってなさそうじゃないですか。行ってますよ、行ってます、行ってます。俺らのやつらみんな行ってますよ。いや、翔さんの周りが行ってるのかもしれないけど、うん、全国の翔さんのファンの方、あー、どうだろうな。でもまあ行けよお前ら、本当に絶対に、うん、だけど俺の周りはね本当行ってる。翔さんが、翔さんがそうですよね。行く行く、絶対だって俺行かなかったらまずじゃん。いや本当に選挙行くじゃんかさ、はい、行ったその投票所で、でこうやってこうボランティアしてるのが同級生だから、こんな入ると電話かかってきますからね
もう終わっちゃうよなんて地方行った時はもう先にだからキス前、キス前をやったりとかして、お銀杯はちゃんとやってますよ。ない、お前らやったとかランさん言いますから、俺入れたよとか、お誰に入れるとか言っちゃいけないんだよって話いやいやいやだからちょっとじゃあ全国の賞賛ファンの人で投票行ってない人とかいるからそれちょっと活気づきますよ。お前らちゃんと行けよ。本当ですよねだけど行ってると思うんだよな俺。結構ね、なんだろう、そのだんだんファン層も上がってきて、会社の社長とかなってるやつがいっぱいいるんで、あ、そうですね、そうそう、で一番脂乗ってる年代なんですよ、やっぱ40代50代っていうのは、女のファンは、はい、やっぱきついこともあるしいいこともあるだろうけど、やっぱそこでこうやってるやつらはやっぱ税金のこと、それからその世の中のこと、そういうことって結構考えてるやつがいると思うんで、はい、俺のファンでさえそうなんだから、お前らちゃんと考えなきゃダメだよ。俺が言うのも変だけどね。なんだか俺、市議会議員でも立候補しようかな。あ、ダメですね。そんなことじゃね。まあまあ、もうちょっと勉強していきますけど、大ちゃん。で、うん、また所長はね、うん、この前ボソッと、はい、何気なく番組聞いてたみたいで。ああ、そうですか。うん。私、右手がね、骨折してた時がありまして、おお、うんうん、左手の箸って得意なんですよねって所長さんいらっしゃる。本当ですか、うん、今日、あずきと俺の箸はないですか。なんかね、引き出し見たんですよ、僕のラジオの番組の。あー、所長、あ、それさ、ポップコーンじゃねえかよ、大ちゃん。だって、ロッカーは勝負挑まれたらちゃんと戦わなきゃいけないんですよね。あ、今日もやるの。だって、箸の、だって売られたんですよ、喧嘩はちょっと、所長から。そうなのかな。じゃあ、やりますか、今日も。あ、すっげえ近くで東戸塚モレラスタジオはもう俺の左利きのポップコーン移動を見たいがために、リスナーの方初めて見る人も聞く方もいらっしゃるかと思いますんでお教えします。あの翔さん60歳になりまして、あの本当は右利きだったんですけど60から左手箸を使ってっていう生活に変わりましたって言ったところで、先週あの左手箸対決をやったんですね。それを所長が聞いておりまして、うまいですね所長。ちょフライングしないでくださいよ。じゃあちょっと勝負しましょうか、はい、10秒勝負でいきましょうか。はい、お願いします。2、1、スタート。はい、あ、ちょっとポップコーンを今つまんでやろうと思ってるんですけど、あ、このポップコーンダメだ。ポップコーンなかなか難しいですねこれ。難しいです、ね、大ちゃんやってんの。やってますよ。やべ、俺1個目かない。ほら、俺もう1個、うん、1個、あれ2個、あ、嘘、2個、ちょっと待って、何秒から見たか分かんなくなってた。 あ、今7秒、え、あと1秒、やべ、3、やべ、2、1、あ、はい、あ、はい、私ね、大ちゃん3つやりました。自慢してた所長は何つ、いくつ、4つですね。はい、はい、はい、みんな税金払おうぜ。俺は7個です。はい、いいっすよ、いいっすよ。あ、すいません、嘘つきました。2個です。おかしいな。いや、これね、あ、いいや。これじゃあちょっと罰ゲームとして、はい、そのうちあれ所長から連絡がありますんで、はい、あの税 PR 大使でもやりましょうか。やりますか。大使は大丈夫だもん。いや、税金だから、あの縦割りだから大丈夫です。大使やりますよ。大使もう何でもやりますよ。なんで俺勝てねえんだろう、おかしいな。だから大体こんなちっちゃいものをつまむために生まれてきたわけじゃないわけだから。でもこれをやることで所長いいですよ、やっぱりあの右脳とか左脳とか両方使えるようになるね。あ、そのためにもともと左利きじゃないですよね。右利きです。そうですね、4個しか取れないもんね。嫌な感じだな大ちゃん、また俺2個だよ。あって税務署さんに勝負したやったらやっぱり買わなきゃダメですよね。じゃあ大ちゃん、はい、ここで、いや、または何、所長なんか喋り足りないことないですか、はい、大丈夫です か。じゃあもう曲の方行っちゃった方がいいですか。曲行きますか。行っちゃった方がいいですか。なんか喋りたいんですか。いや、そんなこと、いや、せっかく箸の話があったんで。あ、どうぞ。あ、そこで行きましょう。はいはい、あの先週翔さんのサイン入り箸をプレゼント。そうです、はがきたくさんいただきました。はい、エベムトツカ大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう、翔さんの箸プレゼント係、八千代ひろみちゃん、お毎週楽しく、拝聴させていただいております、ね、大ちゃんの温かさ、宇多さんの落語の面白さ、ひろくんのほのぼのとした感じ、そうでもないんだよ。そして翔さんの
暴走気味なトークに大爆笑。時々市長さんがトークにハテナとなっている方、お話がありますが、私は同世代なので市長さんのおっしゃっていることはすごくわかります。ケムンパスケムンパス生えてみました。一生懸命書いたんで市長さんのお話ください。お願いします、ね、ずっと好きです。やろめひろみちゃんね、それからですね、香川からおお、ヤギ座の猫バス、ヤギ座の猫バスさん、前略いつも楽しく聞かせていただいてます。歌さん、笑点しか落語を知らなかった私が歌さんの話をラジオで聞いて落語って面白いなと思っています。これからも落語の話続けてくださいね。大蔵さんへ、いつも優しい口調と、声と口調に癒されます。大蔵さんの入れるコーヒーをいつか飲みに行きます。香川県丸亀屋からですね。すごいですね。大変ですよ。翔くん、ラジオを楽しみに聞くのはバックインミュージック以来です。懐かしいですね。木曜バックってやってましたね、これね。おう、まあ、TBS まで行ってました、ね。日常の仕事も、なんだ、下がったテンションを忘れるぐらい楽しく賑やかなトークで、楽しんでいます。いつか左手でお箸を持ってライブでスライドギターを披露してくださいスライドギターっていうのはまあこういうね、あの金属のこう丸いやつを指にはめて、はい、左手でこうウィンウィンウィンってやる演奏なんですけどね、はい、箸でやれってか、おお上手だよ、ね、それから、横浜市旭区、ね、今地区の美和ちゃんからも来てますね、それから戸塚区吉田町の朝子ちゃんからも来てますね。箸欲しいよ。緑区ね、あっちゃん、アーカイブ遡って聞いてます、箸くださいね、なんと泉区の方、千恵子さん82歳、はー、親子でファンです。母娘いつも楽しみにしてますね、あとはですね、恵子ちゃん栃木県から宇都宮、翔さんの箸プレゼントね、これすごいですね。いやもうずっと読んでると気にないでしょうから、もういやいや誰か聞いてもらうから、いやいやいやダメです、全部読むんです。あ、そうですか。あ、タムさんからも来てますね。タムさんからもね、まあ、毎日楽しみ、聞いておりますね。元気をとパワーをいただきます。翔くんの箸欲しいです。どうかなということでこれからシャッフルタイムを始めたいと思います、はい、皆さんありがとうございますね。所長、はい、何番目が好きですか。あ、何番が好きですか。3番ですね。3番ですね、はい、1番2番3番来ました。当たったの、翔くんの箸当たったのは、横浜市泉区、親子でファンです。お、言っちゃっていいのかな、いいんだよね。金丸千恵子さん82歳おめでとう送りたいと思いますんでね、楽しみに待っててください。初期ちょっと発送させてもらうので、発送を持って発表とじゃないんだ、ちゃんと送りますからね、大丈夫ですからね、千恵子さん、使ってくださいね、親子で使ってください、2000ありますからね、よろしくお願いしますということで、大丈夫、これ、ね、これ本当になんか全国に響き渡りますね多分。いやー、それそうじゃないですか、はがき速達でくれてる人もいますよ、恵子ちゃん、すげえ、やべえ遅れたらやばいと思ってね、別に先着じゃねえから1週間で届けばいいからねまたね、プレゼントもありますので、どうしどし皆さん応募してほしいと思いますね。じゃあ曲いきますか。そうですね、はい、今日ですね、なんと11月7日は、B リーグ、B コルセアーズが、はい、なんと、国際プール の, あのホームでですね、試合があります。そう、あの B コルセアーズというのはそのバスケットボールの横浜のチームなんですけど、 B ローズというチアガールの人たちがいて、そのチアガールの人たちが、横浜銀杯のアイラブ横浜でダンスをして、ハーフタイムを盛り上げるということをやってくれてます。今日俺行きます。お、行っちゃうよ、 B コルセアーズの試合、国際プール、何時から、5時から7時から忘れちゃった、後で言うね。ということで、ビッグステースが踊ってくれてる横浜銀杯のナンバーで聴いてください。I love 横浜。横浜銀杯の I love 横浜を聴いてもらいました。え、今日行くんですか、今日行きますよ。今日。新横浜に。突然ですけどね、行くことになったんですよ。おう。はい、あの時間がないんで。国際、横浜国際プールですね。7時かな ?7 時5分ぐらいから始まります。今日はね、横浜 B コルセアーズと三重ネオフェニックス、バスケットですよね。そうです、バスケットです。今 T リーグって卓球じゃないですか。ほう。で B リーグって言ったらばバスケットボールじゃないですか。はい。じゃあバレーボールは何ですかって話なんですよ。
何ですか V リーグじゃないですかね。おうバーリボーですかね。バーリボーそうですね、合ってるよね俺言ってことね、うん、まあその頭にリーグって最近流行ってるじゃないですか、うん、で卓球にも押され後から出てきたやつらはスター選手いっぱいいるじゃないですか、はい、しかも愛知さんを使って で B リーグはなんかもちろん横浜は結構、国際プールは、4000人の1000人だから5000人ぐらい入るのを、ホームの時は結構お客さんが来てるんで、まあ、これからも、まあ、同じ横浜なら盛り上げたいなと俺は思ってるんですけど。横浜のプロのチームですもんね。もちろんそうです、そうです。そうだ、田臥さんがだって横浜でしょ。はい、そうです。だから本当はもうちょっとバスケット気合いなきゃですね。でもほらもうプロで行っちゃってますからね、うん、まあこっちもあれですけど B リーグ来てもらうとか、うん、まあその辺、あと横浜銀杯だとタクがバスケットやってますからね。お、タクがね入っちゃうとかね。あ、いいよ翔さんが歌歌ってとこに選手でまずいってで俺が歌歌ってタクが選手で出てきてスリーポイントとか言ってね、銀杯のサクさんが入れたら5点入っちゃうとかそういうのを作ってもらってやっぱ横浜って言ったらやっぱね、あのベイスターズもそうだけどやっぱ応援したくなるじゃないですか。はい、ね、はい、で、あの B リーグはビーコルセン、はい、ね、海賊という意味です、はい、これが、なんと、静岡というか愛知の方のね、今日は、三遠というのはね、東三河地方との三、と、なんだ、静岡は、まあ、遠州じゃないですかね、はい、神奈川は総州ですけど、うん、遠州の遠いっていう字を書いて三遠ネオフェニックスっていうねところと戦うわけなんです。だから今日今リスナーの人今日ぜひ翔さん見ながらバスケットを見に東、そうそうそう、俺ね、うん、今日ね I love you をね歌いながらね B ローズとして踊っちゃおうかな。でもそれからちょっと待ってください、はい、これシークレットじゃなかったんですか、大丈夫ですか。あシークレットだったかもしれないまあ見ない、他のやつ言うなよここだけの話にしておきましょうか。ああああさあということですね、所長なんか言い忘れたことでもあるんじゃないですか、大丈夫ですか。そうそう所長、やっぱり最終的にその税のことでもし何かあれば、はい、今ここでお時間です。そうですね、はい、まあ、まあここに来たっていうのはやっぱ税を知る習慣について、うん、まあ、皆さんに知っていただきたいという形で来ましたので、うんうん、まあ、あの税金について皆さん日頃あんまり考えてないかもしれませんけども、はい、ここの習慣で特にですね、うん、まあ、税についてですね、まあ、豊かで、まあ、安全な暮らしをしていくためにはですね、うん、まあ、なくてはならないものだと。そうですね。で、まあ、暮らしを支える税をテーマとしたこの税を知る習慣をですね、機会にですね、私たちの暮らしと税についての関わりについてですね、うん、まあ、少しでも多くの方に考えていただきたいただきたいと思っております。了解です。11月の17日から17日までの間、税を考える習慣ということで、いろいろね、はい、みんなで考えてみようじゃないかと。だから翔さんのファンの方は、はい、もう今のリスナーとかね、うん、もう絶対にじゃあ国税庁の、うん、あのホームページ、うん、今日中にも絶対アクセスしてくださいと。っていうかね、あんまり。そしたら今日デーンってアクセス上がってる。ああ、それ必要だね。うん。それはね。なんでこの数字はって言ったら、うんうんうん、今日 FM 東京で所長が出てくれたからって。ああ、税について考えよう。そうそうそう、ね、考えようぜいぜいぜい。さて次行きましょう。さあ、はい。ということでですね。うん、いやー大ちゃん。はい。俺、あれですよ、先週っていうか土日でね、はい、あの行ってきたんですよ、またツアーに。おお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 、愛媛県は松山。はい、所長どっか行かれます、旅行とかいろいろ。まあ、結構行きますね、今年は松山行きましたね。行きました、はい、松山いいとこじゃないですか、はい、いいですね、はい、俺毎年松山には11月3日必ず行ってるんですよ、ライブでね。あのでましてあそこは伊予の国といって、はい、昔俺ヤクザの映画実力ヤクザ戦争、瀬戸内ヤクザ戦争伊予寺水光殿っていうのにう出たことがありまして、主役をやったんですよ。うで、松山の行ったんですけど、あの、まあ、その今までのこういうそういう何だろう V シネマとか映画でやったのは、以前すごかった人の実力でお亡くなりになってるんです、みんな。でも俺がやったその親分さんっていうのは実力なんだけどまだいるわけね、はい、それで俺が撮って、あの松山で撮ってる時に見に来ちゃったりとかして、はい、その人の役を俺がやってるわけじゃん、はい、いやビビりましたね、はい、まあ、そんな思い出のある松山なんですけど松山行ってきました。まあ松山さんは何ですか、ジュースね、ポンジュース、はい、蛇口ひねると出るんですよね。です、知ってます、なんか噂では松山の人の小学校は
これ自白地開くとそこからポンジュースが出てみんな飲んで元気になってる。おお、いやほうって言われ嘘に決まってるじゃないですか。えどでも蛇口あるってこと、ね、いや蛇口あるのは空港にある、空港だけです。空港しかもに、日曜祝日限定なんで、あえ普段の時行ってもないですよ。まあまあそんなのがあったりとかして、でね、いろんなお店行きながら、まあ、ライブをやってきたわけなんですけど、やっぱね松山とか愛媛とかはやっぱ瀬戸内海があるんでうまいんですよ食べ物が。はいはい、ちょっと何か食べる、やっぱ美味しいなと思ったのは鯛めしですね。鯛めしね、食べてきましたよ鯛めし。いやほんと鯛めしのね鯛の質が違うっていうのかな。あとサザエのつぼ焼きあるじゃない。はい、あれそこはね和楽っていうお店で、まあ後であの俺の、フェイスブック見てもらえば分かるけど、はい、つぼ焼きあるじゃない。でつぼ焼きあったら、はい、ね紙が貼ってあるので、中だけ食べてねって書いてある。で番号が書いてあって、俺の7番ね、はい、中だけ食べて肝まで食べて おつゆ残してはいって言うと板長が持って帰ってくれて、はい、7番は翔さんねって分かって、そこに米詰めておじやみたいにしてもう一回こう、いやあのうずらの黄身とかネギとかこう捨てて、ね、サザエのつぼ飯っていうの二度食べれるわけ、戻してくれて、それがね超うまかったね。やっぱあれですね、食べ物は愛ですね。ちょっとした、まあ、相手にどうや味付けの心遣い、はい、でまた相手に美味しいもの食べさせようと思わないとね。そう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 、だってトマトがさ、ハートのトマトが来たんでびっくりしちゃった俺。何ですかそれ。あのなんで、大ちゃん分かる、昔のほらパフェとかでリンゴの笹とか作ってたから、はいはいはい、あのこう V 字に切って伸びるの、はいはい、トマトをすっごいこう、なんだろう、すっげえ細かく、はい、玉ねぎの、みじん切りを作るときみたいに縦にパーって入れて切れないように、はい、切れない包丁で切ってるようなごとく、はあ、トマトをやったやつをグニューンって丸めてハートにするんですよ。おでそのハートの真ん中にドレッシングが入ってるね。おもうゲロうまハートのトマト。おあとねカキフライ今この時期、あそうです、ね、これは違うお店で行ったんだけどでっかいの、はい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 、はい、焼いてよし生で食ってよしフライにしてよし、はい、カキフライ食いましたよ。何の話だよ、なんか昼時に聞いちゃうと腹減っちゃいますね。これから皆さん食べるのにねもうあれですよ、ほんと四国いいですよ、瀬戸内海に面してる方は、はい、うん、ね、本当にうまかった。ちゃんと今行ったお店にはうちの番組のステッカーかなんかちゃんと貼ってきたんですか。もちろんです、和楽さん渡してきました。あそうですか、はいはい、よかった。今聞いてます、ね、ハングリーはね、はい、ハングリーっていうのがあるんです。そこがカキフライ詳しく言われたところなんだけど、はい、そこはねなんかねすごい盛り上がっちゃって酔っ払っちゃって、はい、もうケーキはいっぱい来るわ、はい、俺還暦じゃないですか、還暦祝いで、はいはい、銀杯20周年でもうねケーキばっかでなんか分かんなくなっちゃって貼ってくんなっちゃってごめんね大ちゃん。だってさそんなステッカー貼りに行ってるわけじゃなくてほらね松山のみんなファンと一緒にライブをやって楽しんで山、まあ、帰るっていう感じですね。あライブが主だったんですね。もちろんグルメの旅とかじゃなかったんですね。違いますよ何言ってるんですかまあねその大海道駅っていうね、伊予路鉄道の大海道駅から、はい、徒歩6分とか5分らしいんですけど、まあ、こんな話戸塚の人に言ってもね分かんないだろうけど、何しろまあ松山そういった意味では食べ物もたくさんあるしみかんは美味しいし、で城下町じゃないですか、街並みもいいんですよ。チンチン電車っていうか道路走ってる電車、はいはいはい、何て言うんでしたっけ今ちょっと路面電車、路面電車、はい、うん、路面電車も走ってるし情緒あるとてもいいところだと思うんですよね。あ、ぜひ松山行って遊びに来ます。じゃあこの道後温泉このリストだから、はい、お店のやつも全部フェイスブックにアップしましょうね。あ、そうですね。そうですよね。はい、まあそんな感じの、土日を過ごしてきたって感じですかね。ライブ行ったんですよね。あ、そうです。美味しいもの食べたんじゃないですね。もちろんライブです。何です。で、コニーさんもゲストで来て、で一緒にロックンロールやって、あと光源氏、お、大沢みきお、はい。あいつね、いろいろなんかね、離婚問題だとかなんとかとか親権だとかいろいろなことで苦しんでましたけど、本当いいやつなんですよあいつ。おで、もうジャニーズ出身だったとは思えない不良な感じ。おもうすごい気が合っちゃってもう大好きなんだけど、もう頑張れよって言って、今度なんかね川崎麻世くんとなんかね
一緒になんかね、ジュリーをやるとかね、わけわかんないことだよ、ミッキーを。ちょっとね、あいつも注目してあげてくださいよ。あ、でプロレスやったりとかね、あ、なんだろうね、あの、お子さんは面白いですよ。あと、三崎和夫、格闘家の。もうなんだ、格闘家、俺仲いいんですよ。あの、あれ、あの、あいつ、武田とも、じゃないや、あの、わかんないです。プロレスラーも仲いいし、なんでしょうね、なんか脳みそ硬いやつ、気が合うんですよね。筋肉で硬いですよね。筋肉で硬いんですよ。でもなんかみんななんかこう考えてて、なんだろう、俺も60になったからやっぱそういう格闘家の和夫と三崎和夫とかにも聞かれるのは、翔さん苦し人生で苦しかった時はどうやって乗り越えるんですかとか、振り返るとどこが一番きつかったですかとか、やっぱ30代から40代にかかるやつらっていうのはみんなね、そういう人生をこうなんだろう、強く頑張ってこう突っ走ってるやつに限って40代のところにちょっと悩んだりとかしてるみたいな、はい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 、そんな話をまあされて、お前否定じゃない方で橋本ってなってるよね。まあまあそういうことなんですよ。だから言ったんですよ、まあ、60になったら全部笑い話だよって、そんなこと、うん、今を頑張ってやってね、その苦しいこと、はい、辛いことなんか、本人その時は俺もそう思ってたけど、うん、でも還暦になったら鼻くそだよそんな話、うん、頑張れっていう感じで話をしてきたんですけどね、はいはい、うん、え、翔さん、これからの頑張りのライブとかは何かあるんですか？ありますよ、はい、じゃあちょっと宣伝しちゃおうかな。ですね、私は、11月10日、富山行きます、ね、もう高岡、あさって、しあさって言うんですか？そうですよ、はいはい、でその次の日、11月11日、なんと税を考える週間が始まった初日ですね、はい、そうです、17日までやってますからね、皆さん、俺はその日は、名古屋に行ってます、JB スタジオね。で、コニーちゃんと一緒に還暦ライブツアーやります。そして、17日の税を考える週間が終わったその次の日、11月18日、ね、これはですね、横浜銀杯で福岡行ってます。う、はい、そしてその次の週11月25日、クールス村山さんと一緒に山梨でライブをやります。キングオブロックンローラーライブみたいな感じですかね。う、そして11月の30日の夜たって北海道で、ライブやってで、美味しいもの食べて帰ってきます。お、12月9日、クリスマスライブを京都で開催します。これはアコギ1本持って、ちょっとアダルトな感じで楽しむ、もうこれもうチケットいっぱいになっちゃってるかもしれませんが、まあ、ホームページ見てください。まだ数枚余ってるかもしれないです。そして12月の16日、また村山さんと千葉アンガというところで、ロックンロールライブをやります。平成最後のロックンロールだぜなんて言ってますけど、まだまだやれますから、最後じゃないですから大丈夫です。はい、そして12月22日、三重県まで行きます。これもアコギ1本持って行きますね。そして今年12月24日が、横浜銀杯最後のライブになります。メリクリライブということでね、新横浜、はい、ニューサイドビーチで、横浜銀杯の、年内ラストのライブがあります。そして関係ないですけど、30日は、同級生の忘年会です。ヤッホーあ、そろそろ忘年会ですよね。そうですね。ね、忘年会で飲んだ、領収書は落ちないですよね。そうですね。あ、自分で楽しんでますから、ダメですね。ダメですね。そんなようなことをいろいろ11日からみんなで考える。はい、そうですね。大ちゃん、落語やりたいですね。もうちょっと真剣に宇田さん言ってますからね。はい、いつやろうみたいな。あと12月の頭にあるあのミニ四駆の大会もちょっと。でいいですね。だからもう、みんなね、どん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 ね、新たにね、行動してくださいって感じですよね。ああ、そうだね。うん、だから、翔さんも、クレジット読むって行動もしてくれてもいいですよね。ああ、そんな時間ですか。うん、さあ、ということで、この放送は、ラッパー2バッカーの前澤さんが経営する、キッズ、高齢者、障害者などのダンス教室。俺の、九州の知り合いで、知り合ったところの射程の、ハヤトってやつが金曜日先生をやってます。卒業な地下1階のダンススタジオユニスタの提供でお送りさせていただいて、ております。ユニスタに通っている子供たちの可愛いダンスのパフォーマンスはキレキレです。プロ顔負けのパフォーマンスを見せてくれていますし、たまに戸塚でイベントとかもやってね、小さい子からね、ちょっと俺さん好きなぐらいの年齢の女の人が踊ったりとかしてるのにもうゾクゾクしちゃいますね。一般主婦向けのストレッチクラスも大人気、音楽に合わせて体を動かすだけでも気分転換になりますよ。さあ、そして免許返納した方にもサービスしている平戸交差点すぐそばにある車効果買い取りのアップルと使って
今ちょっとヒロ君のモノマネしてみました、はい。そして真心こもったサービスを提供する安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそば清水公益社サバスホール、そしてなんとなんと戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開をしています植木屋の職人たちガーデンエクスプレスの提供で放送させてもらいました。戸塚税務署もよろしくね。というところで戸塚税務署山崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週まで、バイバーイ。3秒2秒1秒。